はい、よろしくお願いします、えー。今回は高校受験対策の関数シリーズ第56弾やっていきましょう。で、問題4もありますので、まず一回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、画面下げますので、お待ちください。 だからずちょっと咳と喉がね、調子悪くって、あの今みたいにね、まあどうだろうみんなには伝わったかわかんないけど、結構詰まったりする時が出てくるかもね、知れないんですが、ちょっと気苦しいところはお許しください。で、今回はいつもみたいにこう関数のね、グラフがあるタイプじゃなくて、まあ文章問題ですね、どちらかというと。 ま、関数は出てくるんですが、で、4問あるじゃないですか。ちょっとあの、余分な話しますね。えっと、これ実際の受験問題なんですけど、まあ、みんながね、本番を迎えた時に、例えば、丸4まであった時、基本的に丸1は絶対簡単です。これは、数学が苦手とか、例えば勉強が得意じゃないとか、関係なしに絶対解けなきゃいけない。1番に関しては。で、今回も、確かに4番はちょっと厄介です。 ね。だからそこは、えっ、ー、と、この動画ね、見てくれた方の中でも確認するかどうかはみんなに任せます。ただ、こ、今回は3番までは絶対にこう確認してもらって、今ね、初回解けなくてもいいから、ただ、えー、説明を聞いて納得して、自分の力で解けるようになってください。3番まではね、ぜひよろしくお願いします。で、問題はざっくり言うと、円がありますと。で、まあ、中心があって、P がここにいるのね。 で、円の半径が10なんで、10センチ、10センチです。で、ここも10センチです。P がこの、この部分から外に10センチのところにいますと。で、あいつは P は内側に移動してきます。で、毎秒3センチです。つまり、3センチ、6センチ、みたいな感じで、だんだんね、3ずつ増えていくと。進む距離が。で、えっ、ー、と、X 秒後、X 秒経った時の OP。この距離を Y と置きましょうと。 いうタイプ。だからまあ単純に P がね、移動していきますよっていう感じ。いいかな。で、まず本題に入る前に、1番をやる前に、皆さん1個考えてほしいことがあって、で、これは、そんな分かってるよって方は飛ばしちゃっていいです。飛ばしちゃっていい。ただ、この問題ちょっと苦戦したなって思った方はぜひ聞いてほしいんですけど、これ、ポイント今回2個あります。で、これは、この問題のポイントっていうわけじゃないんですけど、Y イコールマイナス 2X プラス10って一次関数。 関数で置ける文章題なんか言葉その事象を皆さん考えられます。こういう状態を考えたら y、y イコール、マイナス 2x プラス10になりますよっていう。実はこの部分が今回の問題ちょっとか楽、えっとごめん、大事になっていて、あ、これ別に答え1個じゃないよ。例えばね、例えば、器の中に、えー、10リットルの水が入ってます。10リットル。で、こっから、 毎秒2リットルずつ、例えばこう、なんか、ジョーみたいにつけて、毎秒2リットルずつ水を抜きます、みたいな。のが、こうなります。その時に、この中に入っている水の量を、え、y と置きます、みたいな。そうすると、どういうイメージを持ってほしいかっていうと、これね、まあ、1時間数、y イコールマイナス 2x プラス10ってなってるじゃないですか。で、この部分って、せっっていうね、名前なんですけど、 この部分は最初からある、最初からある固定された量なんですよ。ここ。だって X に関わってないから。つまり今この問題で言うと10リットル入ってましたよね。最初から固定されて10リットル入ってる。それがこの量になります。プラス10って。じゃあ、この X っていう、これにくっついてるまあ傾きとか変化の割合って言われるこの子です。マイナス2。これはマイナス2ずつ変化していきます。今回は、 2リットルずつ減っていくい。減っていくからマイナスなの。だからマイナス 2x プラス10ってこういう式ができますと。もともと10固定されてたのがマイナス2ずつ減っていきますからそこに x くっつけましょうみたいな。いい例えばちょっとごめん長くなっちゃってごめんなんだけど、ここのイメージはねほんとつけてほしい。じゃあ同じようなタイプで y イコール 3x プラス10って。 この問題で言うとどういう状態かわかるかいこのタイプで言うと、水が入ってて、みたいな。この y コル 3x プラス10です。これは、ちょっと大きな器にしますね。ここにもともと10リットルの水が入ってます。10固定されてるから。10はもともとあるんです。そこに、3、今回プラスですよね。3ずつ、3ずつ水を入れていくんです。3リットルずつ。毎秒3リットルずつ入れて増えていくイメージね。こうやって、3、3、 つまり13、16、19って。これが y イコールマイナス 2x プラス10とか y イコール 3x プラス10っていうもの。まあほんま水で例えましたけど別に水じゃなくてもいいけどね。この固定されてる量そして減っていく増えていく量っていうところを一次関数のイメージとつなげてくださいで。でなんでこんなことを熱弁してるかっていうと1番いきましょう。点 P が出発してから点 O と重なるまで。 でこっから P が移動してきて、ここに O に重なるまでの、えー、Y を X の式で表しなさいって言ってんだよね。で、1番。で、ここは Y イコールじゃないですか。で、今 OP、ここの距離が Y なんですよ。で、これスタートってさ、10と10。まあ問題文に書いてあるけど、20センチから始まってるのね。つまり、もともとスタートは20あったんです。この OP が。O と P が。でも、 進むじゃん。こうやって P がどんどん、こうやって進んでくるでしょで、そうするとさ、3ずつ進んでいくんですけど、減っていくわけですよ。減っていくわけ。で、いくつずつ減っていくって OP ね。ここに来たら OP 短くなるからさ。3ずつ減っていく。さっきも言ったよね。2リットルずつ抜くんだったら2ずつ減っていくから、マイナス 2X なの。今回は3ずつ減っていくから、マイナス 3X なの。 で、もともとはスタート、固定で20あったから、こうですよねって。これだけです、1番は。ここがすんなりできた方とできなかった方は、相当1時間数の得意不得意が分かれるところだと思います。で、1番ができた方は、2番、3番、今回解けなかったとしても、説明聞いたら、ああ、なるほどって結構なりやすいはずです。でも1番がちょっと分かんなかった方は結構つまずいてるはず。 この関数に関してだからちょっと熱面させてもらいました胸長くなっちゃってでは2番いきましょうで点 P が点 O と重なってからいいここに来てからえっと停止するまでの間について Y を X の式で表しなさいとじゃあですねとその子を使うのあれなので簡単なのを書きますねでここに O がありますと だから、O を通り過ぎてるわけです。P がこの辺に来てるでしょうか。この辺ね。P が来てると。じゃあ、その時の、えー、Y を X の式で表しなさい。で、Y って今ここよ。OP。で、これさ、だんだんここ、O を過ぎてからは左に移動していくじゃん。P がこっちに移動していくから、3ずつ増えますよね。あ、じゃあ Y これ 3X でいいじゃんって感じがしちゃうんだけど、ここちょっとストップです。ストップ。気をつけなきゃいけなくて、これ、こっちからね。 P はこっからスタートして、途中の話をしてるじゃん。最初のスタートからの話じゃなくて、O を通り過ぎてからっていう途中の話をしてるので、ここ気をつけます。で、どう考えるかっていうと、もともとね、P がじゃあ最初にいたところ、ここね、ちょっと P ダッシュとかにしとこうか。書いておきましょう。で、今、ここが Y です。ここが Y。OP だからね。で、ここをどう考えるかっていうと、ここ。今まで移動してきたところね。 移動してきたところから、ここを引けばいいじゃんって考えます。で、しかもここの距離っていうのはもともと20っても書いてあるから、ここ20なんだよね。じゃあ、ここっていくつなのかなって考えると、これが上のポイントです。これは今回だけじゃなくて、よく P って動くじゃん、あいつ。同点 P。たまに9も一緒に動いちゃうけど、この動く点っていうのは、P が 歩いたところ、つまり移動してきたね、トコトコトコって移動したところが X にします。X です。つまり今回の問題に関しては X じゃないんですけど、大事なのは同点、この P ね、P が歩いたところ全部を文字を使っておくんだってことを覚えてください。いいで、何が言いたいかっていうと、今 P スタートここです。で、ここまで歩いて、つまりここね、歩いてきたのはこの距離です。 で、ここを文字を使っておきたいんですけど、今回は毎秒3なんですよ。3ずつ動く。3ずつ、ごめんなさい。3ずつ動いたときは、3x っておきます。でもよく毎秒 1cm が多いんですよね。だ1ずつだったら 1x。つまり x と置きます。だから x と置くってよく説明しちゃうんですけど、今回は毎秒 3cm なんで 3x と置いてください。毎秒 2cm だったら 2x です。 で話を戻しましょう。今、ここ、p が歩いてきたところが 3x、ここが20って分かってるから、2番 y は20、ごめんなさい。3x から20を引けばいいから、3x 引く20と。これで終了となります。 ま、簡単だった方はね、ここまですごく簡単だったと思うんですが、すごくね、この1番、2番は関数の考え方で大事なところが詰まっています。まあ、こっちもそうだし、同点の動いたところ、歩いたところを文字で置くんだぜって。めっちゃ大事だからね、これね。ぜひ覚えておいてねっていうことで、じゃあ3番行きましょう。ちょっと交互にしたいんで、今度、こっちの方がわかりやすいね。3番ここに行きます。えー、点 P が出発してから停止するまで。 のの間間間ににいいて点 P がが円 O またはは内部にある時間は何秒間が求めなさいつまり何言ってるかっていうと、P が移動してきました。この円の周の上、ま、線のね、円周の上、もしくは中にいる秒数何秒間いたのって。つまり、ここに来て、ここだよね。ここに来た瞬間に、ストップウォッチが始まる感じ。ピッって。で、ゴールはちょうど10秒後なんで、 30センチ進んだ、ここね。ここゴールです。これが10秒後。あ、つまりゴールは分かりやすいよね。10秒後ここだから。じゃあ問題はここよ。ここ何秒後なのって考えるんです。で、どうやるかっていうと、つまりここの x が分かんないんでね。x が。何秒って分からないから。でも、ここってさ、p がここにいるって分かったら、op は 10の時ってことは分かってますよね。そこに P がいるっていうことだから。で、しかも今普通2つ関数出しましたけど、こっちは OP ゾーン。あ、これ右側のね。このゾーンの式がこれです。ここにたどり着くまでを出したから。で、こっから左側のこっちがこの関数になってます。今どう見てもこの P は右側ゾーンの話をしてる。 つまり使う式はどっちって言われたらこっちだよね。右側ゾーンで出したから。でこの右側ゾーンの出した式の y が10なんです。OP これ y よ。y が10。じゃあ y のとこに10代入しようよっていうことでこう。でこれ解くと 3x イコール10になるので x イコール3分の10となります。 つまり、この場所に、この、ね、P がちょうどここにくっつくのは3分の10秒後でしたって。これが2秒後とかだったらね、わかりやすいんだけどさ。で、今、何秒間この中にいたのって言ってるから、例えばここが2秒だったらさ、10秒後と2秒後ってわかるから10、1 0く2でみんな8秒ってすぐわかるじゃん。でも分数だから、え、何秒ってなっちゃうので、こっちからこっちを引けばいい。つまり10、10−2。 三分の十をして、これ三分の三十ね、数分すると。つまり、答えは三分の二十秒と。これで終了となります。いいかな、まあ、こんな感じでやっていきましょう。では、ボスです。4番参ります。で、4番何がボスかっていうと、この、えっ、ー、と、ま、スタートはね、ルールは同じなんです。同じなんですけど、 p がスタートして1秒経った時に、この円周、円が半径1個縮まってきます。1縮まる ?2 縮まる ?3 縮まるみたいな。これが厄介だよね。縮まんじゃねえよって話なんだけど。でもこれは、えっとね、実は泥臭くやっても解けます。解くことができるんですけど、スマートにやるんだったらどう考えるかっていうと、例えばね、こう p が移動してくるじゃないですか。で、その時の式はもう出しているので、円周の方を考える。も円の方を考えます。 例えば、これは1秒経った時です。つまり、x イコール1ね。えー、1秒経った時の、まあ、円が1個縮まったと。じゃあ、その時のさ、その時の半径ってどうなってるかなって考えます。半径がどうなってるかなって。今、もともと半径10センチですよね。で、 えっと、1秒ずつ減っていくんです。さっきと同じよ。1ずつ減っていく。つまり、どうなるかっていうと、10から、x ずつ減っていくんだよね。1ずつ減っていくから、マイナス x なんです。マイナス 1x。1ずつ減っていくから。もしこれが半径が広がって、例えば2センチずつ広がるってなってたら、2x、プラス 2x になりますけど、1ずつ減るから 10-x です。だって、x が1。1秒後には半径9になるよね。10-9で。 2秒後には8にしたい。10く2で8になってるから、半径は10く X になるんだっていうことが分かります。分かる。で、今、4番もさっきと3番と一緒で、このね、円の上、円周上、もしくは中にある時を考えたいんです。で、P が移動してくるじゃないですか。P がこうやってね。シューってやってくる、こうやって。やってくるんですけど、いつか、い、半径はちっちゃくなってるよ。ちっちゃくなってるんだけど、いつか、 ここにぶつかりますよね。ぶつかるも。もちろんこっちの左側もぶつかるよ。その時何を考えたいかっていうと、今しつこいけど、この出した Y。こいつらは OP です。ちょ、書いとこう。これ OP よ。こいつも。OP。OP が半径と同じになる瞬間が重なる時でしょ。P が近くなってきて、OP が半径と一緒になった時を考えればいいんです。これ4番。だから、 今右側ゾーンここゾーンと左側ゾーン別に考えるからねまず右側ゾーンからいきますちょっと早送りした方なんだって思うけど、まあ、説明聞いてくれるみんなはね分かるから右側ゾーンねのことを考えると今言ってにこれよ OP はこいつですつまりス3 x プラス2 0がこの半径今置いた1 0ス x と同じになればいいよってぴったり重なる瞬間だから。 で、これを解くと、えっ、ー、と、ちょっとめんどくさいからこっちにしようか。4x10 か。つまり、えー、x イコール2分の5。お、合ってるかこれ。<laughs> えっと、俺あんざ間違ったな <laughs>。間違ったよな。これごめんなさい。2x だわ。さっきやったのと違うと思って。ごめんごめん。5秒ね。つまり、ここは5秒。5秒後にぴったり重なることが分かりましたと。 じゃあ今度左側ゾーンいきます左側ゾーンこれは P がこっちを過ぎておーっと黒持てたこの辺かなもっともっと円がちっちゃくなってねちっちゃくなった時にここにぶつかるとき P がでこれも結局ここ左側ゾーンでここ OP にしてるから OP と半径、まあ、半径は10マイナス X 固定だからさ だから、それが同じになるときを考えればいいので、同じく、さっき出した式ね、3x、マイナス20、イコール、えっ、ー、と、10マイナス x か。これを考えますと。で、これを解くと、えっ、ー、と、ミスれね。4x、あ、こっちがこうか。え <laughs> 違うよ。<laughs> ごめん。なんかおかしい。40やね。だから、2分の15秒ってことが分かります。 ま、あ7.5秒だよね。つまり5、こえっと、右側ゾーンが5秒5、こっち左側ゾーンが2分の15秒。さっきと同じだね。左側から右側を引きたいので、結局出したい答えは、2分の15マイナス5。これ2分の10だから、結局内部にいた演習場、もしくは内部にいた時間は、2分の5秒と。これで終了となります。 ま、言われてみれば、なるほどって思えるタイプの問題だと思うんですけど、ちょっと気づくのが難しいというか、ここを置けるかどうかですね、半径。ま、縮まってるもの、変化していくものっていうのは基本的に文字を使えば置けるので、こうやって10マイナス X みたいな感じではいける。で、今回ちょっとね、版書がないんで書けないんですけど、自分最初ね、これで解くじゃないですか。実際問題解いた時ね。解いた後に不安なんで、あの、ちゃんと1個ずつ測ってやってみたんですよ。つまり、えっと、1個縮まって半径9の時は、 p が3進んで、ここ。つまり、ここから17センチのところにいます。次、もう1個縮まって、2秒後は、円周、あ、ごめん、えっと、半径が8に変わって、14のところにいる。ってやっていくと、図を書いていけば、5秒は出てきます。出てくる。で、実は、こっち左側像も書き続けていくと、ちょっと力技なんだけど、2分の5秒も出せるんですよ。で、これは、 このは2分の5っていう2.5っていう数字だったからできたの。力技で。もしかしたらみんながね、こう数字変えられて、類似問題出てきた時に、いやいや、時計員力技じゃってなるかもしれない。でも、俺いつも言うけどさ、試験本番で1点でも多くかすめ取ってくる。1点でも多く泥臭くても取ってくるぞっていう気持ちってすげえ大事だと思うんだよね。こういったのが、例えばピンって、ひらめ、ひらめなく、ひらめ、ひらめかなくても、 例えば、泥臭く図ね、図を書いていて、残った時間でだよ。図を書いていって、解くことができたらさ、いいじゃん。これがズルじゃないでしょ。これは不正じゃないもん。力だもん。ね。粘り強くやった、その成果なわけだから、ぜひ、そういったやり方もできるっていうことは、ぜひね、この問題ね、伝えたかったので、覚えておいていただけると嬉しく思います。はい、ということで、今回はね、高校受験対策の関数シリーズ、第56弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。 ありがとうございました